それでは始めさせていただきます。皆さん、こんにちは。慶應義塾大学の畑中美穂です。本日は、コンピューターで化学現象を可視化するというタイトルでお話をさせていただきたいと思います。最初に早速言い忘れましたが、この度は、ナイスステップな科学者という素敵な名前の賞をいただき、誠に光栄に思っております。この賞をいただいたことを胸に、これからも研究を頑張っていきたいと思っている次第です。さて、最初に簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。私は化学の畑でずっと研究をしてきているんですけれども、学部は慶応の化学科で、最初は触媒の開発をする研究室に所属していました。その後大学院でも慶応にそのまま進学したんですが、ここで今日のお話の、メインテーマである理論化学という、研究分野に出会います。で、卒業してから、関西地方を中心にしばらく修行の旅へ出まして、京都大学に行ったり、近畿大学に行ったり、奈良先端科学技術大学院大学に行ったりして、2020年に慶應義塾大学の理工学部化学科に戻ってきまして、現在理論科学研究室という名前の研究室を運営しています。私の専門は、一言で言うとというにはたくさん書いてありますけれども、コンピューターの中でいろいろな方法を駆使して、化学現象を理解したり、機能性材料を設計したりすることです。そのために使う技術はいろいろありまして、理論科学、計算科学と言われる、いわゆるシミュレーションタイプのものですとか、化学と AI を組み合わせたマテリアルズ・インフォマティクスと呼ばれるもの。あと、慶応に戻ってきたことをきっかけに研究を始めました、量子コンピューターを使った解析なんかも行っています。さあ、このようなコンピューターを駆使して化学の世界の研究を行っている、私の目指していることは、コンピューターを駆使して化学現象を理解すること、より良い材料を設計することです。例えば、実験屋さんが、この化合物とこの化合物を混ぜたらこれができるんだけれども、もっと効率よくするためにはどうしたらいいだろうかという時に、いろいろな条件をしらみつぶしに調べる必要がありますが、この反応をコンピューターで解析することで、途中で何が起きているのかな、メカニズムを調べてみましょうということをすることで、メカニズムをもとに材料の設計をして、そのフィードバックをする。ということをすれば、今まで以上に材料の設計が早くなるはずと期待できます。このように考えるに至った私の原点は、大学で初めて出会った研究、卒業研究にあります。先ほども自己紹介で簡単に言った通り、私は卒業研究の段階では、今のシミュレーションの分野ではなく、いわゆるフラスコを振って触媒を作るっていう、研究をしている研究室にいました。その時の私の初めてのテーマがこちらです。ここに示しているケトンという物質に還元剤を入れるとアルコールに変換することができます。ところが、このアルコール、ここが O、ここの二重結合 C、O のところが単結合 OH になってますけども、このアルコール、パッと見一種類に見えますが、実は立体が異なる二種類がこの中に含まれています。それは、この OH っていうのが、このスクリーンの手前に出ている形と、OH がスクリーンの奥に出ている形の二種類があります。これはいわゆる右手と左手の関係になってありまして、鏡合わせの関係ですね。鏡合わせしたら同じ形なんですが、重ねようとしても重なりません。立体的には違う形です。このような立体的に重ならない分子は、片方が薬、片方が毒ですとか、片方はいい匂いがするけれども、もう片方は嫌な匂いがする、なんてことがすごくよくありますので、片方の立体だけを作り分ける技術ということが、ものがものすごく必要とされています。で、この後、この名前は片方 S 体、R 体と呼んでいきますけれども、この S 体と R 体を作り分けるためには、私の所属していた研究室の先輩たちの汗と涙と血の結晶でできた、この黄色い粉、コバルト錯体触媒というものを少し入れるだけで、S 体っていう片方だけを、選択的に合成できるってことはすでに分かってました。そしたらもうこのテーマ終わりかなと思うんですが、このテーマにはまだ続きがありました。この全部を溶かすための液体のこと、溶媒って言うんですけども、この溶媒に、ここに書いてある、この Cl、
素が含まれている溶媒を使わないとうまくいかなかったんですね。そこで私の研究テーマとして、この塩素系溶媒を使わずに S 体だけを選択的に得るような同じ反応を実現しなさいという課題が与えられました。何にも分かっていなかった大学4年生の時の私の印象がこちらです。溶媒って試薬を溶かすための液体でしょ？通常は化学反応に関与しないって教科書に書いてあった。ってことは、溶媒を変えるだけのプロジェクトなんて超簡単そうだなと思ってですね。まあ油断に油断をしてたんですよ。で、まず溶媒を変えなさいってことなので、研究室の扉、あ、戸棚の中からいろんな溶媒を取ってきて、いろいろと実験をしてみました。まず、ベンゼン、トルネ、THF、酢酸エチルっていう様々な溶媒の瓶を取ってきて、先ほどの反応を行ってみたんですね。ところが何をしても、R 体と S 体っていうこの異なる立体の構造が、50-50、半々で得られてしまいます。溶媒変えるだけじゃダメそうだなと思って、次は還元剤っていうのを変えてみました。ナトリウムの部分をリチウムにしたり、カリウムにしたり、他の教科書に載ってるような還元剤にしたり。何やっても、やっぱり R 体と S 体は半々で得られちゃうんです。作り分けられません。そこで次に触媒も変えてみました。簡単に変えてみましたって言いますけど、これ一個一個作るのに何週間もかかるんですよ。しかも私当時とっても実験下手くそだったので、実は自分で作っていませんで、先輩たちが作ったものをもらっていました。ありがたくいただきますって言ってもらってました。で、これ片っ端から変えたんですが、何をしても R 体と S 体は半々で得られてしまったんです。さあ、皆さんよく考えてください。もし溶媒を10通り、還元剤を10通り、触媒を10通り変えたとしたら、何通りの実験をしないといけないですか？ 10×10×10。1000回ですよね。1000通りの実験をしないといけません。私は1人でこのテーマやってたので、1000通りも実験はできませんでしたけれども、春から始めて、まあ夏休みぐらいまで、来る日も実験をしましたが、まあ、いつまで経っても作り分けたい R 体と S 体は半々だったので、半々でできてしまったので、すっかりやる気をなくしてしまっていました。さあ、一度立ち止まって考えてみましょう。なんで研究がうまくいかないんでしょうか。皆さん、もし車が壊れたらどうしますかって考えてみましょう。車が壊れたらまずボンネット開けますよね。1番、2番、3番、4番って見てったときに、あ、1番が壊れてると思ったら1番を一生懸命修理するはずです。1番が壊れてるのに8番直す人いませんよね。ところが、化学反応の世界では、反応と前、後のことは、まあまあ観測できるんですけども、反応の途中の観測はほとんどできません。とっても難しいです。そのため、どこが悪いかっていうことがわからないので、すべての可能性をしらみつぶしに調べなければいけないわけです。もし、触媒が反応にどんな風に関わってるかわかれば、もう少し手の打ちようがあるのになぁと思っていました。そんな時に、救世主となる先輩が現れます。コンピューターを駆使して反応の解析をしている先輩が同じ研究室にいました。その先輩の頑張りによるとですね、全体を溶かす溶液だと思っていたクロロホルムという CL、塩素が入っているものは、ただの全体を溶かしている溶媒ではなくて、触媒となんかダイレクトに結合してたんですね。あら、結合してますね、と。で、しかも還元剤から出てきたナトリウムっていう、このイオンが、これから還元してほしいケトンをこう引っ張り出す役割をしてたんですよ。全体を溶かしてるだけじゃないんだったら、ここ大事でしたね、と思いながら、先輩がいろいろ解析を続けると、同じ研究室の中の他の反応をしてるチームが、また違う反応をやってたんですけども、そこがですね、そこの反応の途中の形を見てみると、結構似たような形を取れるってことが分かったんですよ。しかもこの下の部分に塩素がいないんです。だったら、塩素いなくてもこの左側と同じような形取れるんだったら、ここの部分を一生懸命合成したらいいんじゃないですかと思い、もう残りの期間、私が卒業するまでの期間、ひたすらここを合成することに全ての心血を注いだところ、まあ、無事合成できまして、塩素系の溶媒を入れなくても、片方の立体の構造だけを選択的に得ることに成功することができました。この経験を通して、闇雲に試薬を選んじゃダメだと。
メカニズムに基づいた設計をすることで、メカニズムに基づいた設計をする方がよっぽど近道になると。で、このメカニズムを調べるための理論科学、計算科学、素晴らしいなと思ってこの道に入ることにしました。さあ、この理論科学、計算科学と一言で言っても、このコンピューターを使ってメカニズムを理解したり、より良い材料を設計したりする分野の中でも、まあ大きく分けて2種類の流派があります。1種類目が、いわゆるシミュレーションです。化合物の性質を司る方程式を解くというやり方。2種類目が、いわゆる AI を作る。化合物と性質の相関関係を表すモデルを作るというやり方の2種類があります。私どちらも大好きなんですけども、今日はこちら1番の方をメインにお話ししたいと思います。化合物の性質を司る方程式って一体何でしょう？皆さん、ここからボールをバッと投げたときに、ボールが1秒後、2秒後、3秒後、どこをどういう軌跡を通って飛んでいくかっていうのは、高校で習うニュートンの運動方程式に沿って計算してあげるとわかるってことはご存知だと思います。ボールのような大きなサイズの物質はニュートンの運動方程式で説明できるんですが、化学物質のようなもうとっても小さなミクロな世界の物質の振る舞いは、ニュートンの運動方程式では表せません。代わりに、こちらに示すシュレディンガー方程式という方程式に従った振る舞いをすることが知られています。このシュレディンガー方程式、1933年にノーベル物理学賞を受賞したシュレディンガーさんという人が作った方程式なんですが、シュレディンガーさんの言うところには、化学の全ての基礎的な法則は、シュレディンガー方程式を解けば導かれますよ、っていうふうに言ってたんですが、まあ、とっても悲しいことに、同じ年にノーベル物理学賞を受賞したディラクさんが言うには、確かに、シュレディンガー方程式があることで、物理学の大部分と化学全体の基礎的な物理法則は分かった。けど、これらの物理法則を適用すると、解ける望みのない方程式に行き着いてしまう。という悲しいことが分かったんですね。シュレディンガー方程式を使って、例えば、ベンゼンとか、水とか、いや、十分小さい分子なんですけども、そういうものの振る舞いを調べようと思ったら、シュレディンガー方程式、解けなくなっちゃうんですよ。で、この解けないので諦めるではなくて、なんとかかんとかして、近似的な解でいいからゲットしようっていうことを念頭に、近似的な計算方法を開発するということに、まあ、いろいろな物理学者、科学者たちが心血を注いできました。有名どころですと、1981年にノーベル化学賞を受賞したフロンティア軌道論というものでしょうか。これ、日本で初めてノーベル化学賞を受賞した福井健一先生の、研究成果になります。こんなふうにですね、まあ、日本にとっても結構、馴染み深い分野なんですけれども、このみんなが必死で解こうとしているシュレディンガー方程式、形はこんな形をしています。何を解くと何がわかるかっていうと、まず、この H って書いてあるハミルトニアンと呼ばれるものがわかると。もうちょっと具体的に言うと、分子の形、分子の中で原子核がどこにいますよっていう位置の情報がわかると、その分子のエネルギーと波動関数というものがわかります。エネルギーと波動関数っていうのがわかると、どんないいことがあるかっていうと、波動関数がわかると、この分子のどの辺に電子が分布してますよとか、分子の中の原子と原子の結合の様子がどんな風になってますよってことを明らかにすることができます。もう一つのエネルギーっていうのが分かると、化学反応ですとか発光材料の様子、振る舞いが分かります。様子って何かっていうと、もうちょっと細かく言いますと、反応に伴う構造とか安定性の変化が分かります。例えばこちらの分子、これ、エチレンっていうものとブタジエンっていうものなんですけども、この二つ近づいていくと、こんな風に6因間、六角形の分子を作ることが知られています。この反応がどれぐらい起きやすいかっていうのは、反応に伴う構造変化に対して、エネルギーがどんな風に変わるんだよっていうのを調べて、反応前と一番エネルギーが高いところのエネルギー差、これ活性化エネルギーって言いますけども、これが高ければ反応はとても遅いし、低ければ反応は早いっていうふうに判断できますので、これが分かることで、この反応中の構造変化が可視化できるだけじゃなくて、反応の進みやすさっていうのを見積もることができるようになります。で、これを使って何でもかんでも計算できるようになったかっていうと、
まだまだ計算できないものたくさん残ってるんですね。例えば、今年のノーベル化学賞の対象になった有機触媒系。原理的にはこの計算科学の手法を使って計算できるんですけども、まだ技術的には難しいことがたくさんあります。あとは、半導体とか、こういうスマホの中に入っているレアメタル材料ですね。こういうものも計算難しいですし、あとは小さな分子だったとしても、反応剤がたくさんあるような系っていうのも、原理的には計算できるんですが、計算に、1年とかかかるかなとかっていうような事情もありますので、まだまだ計算が難しいものたくさん残っています。そんな風にまだまだ計算難しいもの残ってるんですけども、その計算が最も難しいものの一つにたど、あの数えられているのが、私の大好きなランタノイドという原子たちです。ランタノイドっていうのは化学の周期表のここに位置する原子の総称で、すみません、ここですね。ここに、位置する、このはみ出している子たち、この子たちの総称で、レアアースと呼ばれるものの一種でもあります。で、このランタノイドたち、なんで私大好きかっていうと、とにもかくにも光った時の色がとっても綺麗なんですね。たとえ、水の中に入れようと、固体の中に埋め込もうと、周りに分子いっぱいくっつけて、錯体っていうのを作ろうとも、緑に光るテレビウムはいつだって緑に光ります。こんな風に発光の色が周囲の環境に依存しないので、例えば、この細胞の中にある化合物があると強く光るっていう生体内センサーですとか、お札に、ブラックライトを当てた時に、初めて柄が浮かび上がるようなセキュリティングなど、様々な、工業的な用途で利用されています。で、こんな風にですね、色がいつも綺麗です。変わりません。なのに、色じゃなかった。発光の強度は周囲の環境にものすごく大きく依存します。例えば、こちら、青山学院大学の長谷川美希先生のグループで開発された、材料なんですけども、こちらのテルビウムっていう緑に光るランタノイドの周りに、この分子をくっつけると、すごい強く光るんですね。ところが、この二つ、ここ鎖でつなげます。これ。つなげると、途端に光らなくなります。なぜでしょうか？これに答えられる人は世界中にほとんどいません。もうこれ私が論文にしてるか読んだ人は答えられますけど、ほぼいません。で、これを理由を明らかにすれば、理由を明らかにしたいんですが、ランタノイドはものすごく計算が難しいという事情がありました。で、難しい原因がどこにあったかというとですね、このランタノイドの中には原子核っていうのがあって、その周りを電子がたくさんいるんですけども、その電子の中でも、高校の時に K 殻、L 殻、M 殻っていうのに電子が入ってるって習ったと思うんですが、それはもう少し細かくしていった時に見えてくる軌道っていうもののうち、4F 軌道というところに入ってる電子の振る舞いが、こういう形の軌道なんですけど、計算をものすごく難しくしてたんですね。ところが、この 4F 軌道に入ってる電子のおかげで、綺麗な色が見えたり、磁石の性質を持ったりするんですよ。ところが、光る時のことは、この 4F 大事なんですけど、光らないで消えちゃう時、4F は全然何の役割も果たさないんですね。しかも 4F の外側に、これまた他に電子がいて、外側から見ると、この 4F たちはほとんど見えないんですよ。そこで私の科学者としての直感を最大限に活かして、外側から見て、この 4F 電子ってやつがほとんどもう見えない。外から相互作用できないんだったら、この 4F より内側にいる電子たちは、みんなまるっとまとめましょうと。正確にはまるっとまとめてポテンシャルに入れましょうって言った方が正確なんですが、まるっとまとめちゃいます。で、まとめてしまって、このランタノイドには、あらかじめ 5S5P 電子っていうふうに名付けられてる8個の電子しかいなかったですよっていうことにして、禁止してしまうことにします。で、こうするとですね、もともと50個以上原子があって、しかもその中でもややこしい性質を持っているやつがいたものが、8個しか電子がなくて、ネオン、貴ガスと同じような電子配置の簡単な計算に近似できるような原子に置き換えてしまうことができるんですね。こういうふうに光機能の鍵である 4F 電子をあらわに計算しないことで、昇降するときの、過程を見るための計算時間や計算量の大幅な削減を達成できました。で、この近似をするときに、正確にはこんなことをしてるんですが、ちょっとエネルギーをシフトするっていう近似をしたので、計算方法に名前を付けることにしました。エネルギーシフト法と呼ぶことにします。
で、まあ、この近似は結構科学の深いところまで学ばないとちょっとわからないので置いとくことにして、これを使ってどんないいことがあるのかなっていうのを一緒に見ていきたいと思います。まず、一番いいことは、証拠、光らないときにどんな構造変化が起きたのかなっていうのを可視化できるようになったことです。まずは、すごく強い光を放つ化合物、これ。さっきのページとちょっと下にくっついてるやつ変わってますが、あまり気にしないでいただくことにして、テルビウムとこのよく光るために必要なこの分子がついてる化合物について、発光と照光の過程でどんな風にエネルギーと構造が変わるのかを調べてみました。で、この図の見方はちょっと置いとくことにして、化学大好きさんの方ように一応規定状態から光を吸収して配置の励起状態に至って、こっからランタノイドに励起エネルギー移動するときと照光するときの過程を見ています。まあ、ちょっとここの細かいことは置いておいて、まず発光するときにどんなことが起こるかっていうと、こっからこの山、もはや山に見えませんけども、山を越えてこちらの谷底に移ります。ほとんど山はありません。この時の構造変化、ここと、ここと、ここの構造を一緒に重ねてみましたが、もう完全に重なっちゃってますよね。構造を動くこともなく、エネルギーが必要なこともなく、簡単に発光できますよっていう状態に移ることができます。ところが、昇降するためにはですね、左側に行かないといけないんですけども、まず高い山を越えないといけないと。しかも、この時の構造とこの、ここの越えないといけない山ですね。ここの障壁を越えるためのこの山の構造を重ねてみると、山の上がこの黄色になってるんですけども、えらい構造が大きく動いてることがわかります。こんな風に、昇降するためには構造もすごく動かなきゃいけないし、たくさんエネルギーも必要になる。だから昇降が起きにくいので、強く発光したんだなっていう風に理解できます。これに対して、ほとんど光らなかったこの人。こちらから右側に行くと発光するんですけども、まあ、ちょっとの山を越えないといけないと。でもそれ以上に、昇降のために越えないといけない山がほぼほぼないんですよ。なので、光吸収したらもうすぐ昇降してしまいますよという状態になります。で、この昇降に至るまでの構造変化、こことここの構造を並べてみたんですけど、これちょっと難しいんですね。ちょっとしか動かないので。ちょっと動くんですが、どこが動いたかっていうと、こっちの構造式で見た時の、この CN の二重結合の部分が、ちょっとですね、ペコペコって、まあ、面外変革振動ってペコペコって動くんです。このペコペコってした動きが証拠を誘起する。で、どん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 証拠が起こってしまうので、ほとんど発光しないっていうふうに説明することができます。こんなふうにですね、強く発光するものとほとんど発光しないもの。それぞれなんで発光の強さが違ったかっていうと、こちらは証拠のための障壁が高いから。こちらは、この CN 二重結合がペコペコ振動することで、昇降の障壁が低くなってしまうからだっていうふうに理由を説明することができました。そしたら、なんでこの人が光らなかったかっていうことを理解したら、次は、この骨格を持ちながら強い発光を示す錯体、分子を設計したいと思います。設計するためにはどうしたらいいでしょうか？正直に言うと最初、ノーアイディアでしたので、まずコンピューターの中で探してみることにしました。これまず最初の、参照、ターゲットとなる光らない化合物です。光らない時にどれぐらい昇降しやすいかの指標がここですね。この、こことここの差が0.4しかないので、この0.4っていうのが、とっても小さいと思っておいてください。これを、ここがペコペコしてしまうので、頭に、こう、6因管、輪っかをくっつけて、まあ、この周りを固くしますと、動きにくくしてしまったら、どうなるかなと思って計算してみましたが、まあ、多少ですね、この障壁高くなったんですよ。さっきよりは越えなきゃいけない山高くなりましたけど、まあ、あんまり変わらないと。じゃあ次は、この CN の二重結合の周りをちょっと重くしてみましょうと。今、ここに水素が生えてたんですけど、水素よりも重いフッ素にしてみました。まあ、ちょっと山高くなりました。障壁高くなりましたけど、まあ、やっぱりあまり変わりません。だったら、取っちゃいましょう。ここ二重結合だったのをやめて単結合にしてみます。窒素だと手が3本必要なので、ここに水素が新たにくっついて。で、ここ酸素にしてみると、手が2本でいいので、まあ、この形になるんですけども、こういう二重結合を単結合にしてみたら、昇降のために越えないといけない山がものすごい高くなったんですね。おお、コンピューターの中で良さそうな、強く発光を示しそうな分子を発掘できましたよと。で、この候補たち良さそうですよっていうことを、こちらの分子を合成していた長谷川美希先生とお話ししていて、まあ、長谷川美希先生これ作ったところ、とっても強く光りましたと。
確かにメカニズムに基づいて分子を設計してあげると効率よくよく光る分子を作ることができますねってことは改めて実感することができました。さあ、これ以外にもですね、ランタノイドを使った材料っていうのはものすごくたくさんあります。例えば、こちらは北海道大学の長谷川康親先生のグループで研究、開発されたものなんですけども、ですね、緑に光るテルビウムっていうのと赤く光るユーロピウムっていうのを混ぜて、鎖となる分子でつなげて高分子を作っておきますと。で、そんな時に温度を比較するとテルビウム由来の緑が強く見えるんですけども、温度を高くするとユーロピウム由来の赤い光が強く見えるようになるので、温度を変えるに従って緑、黄色、オレンジ、赤っていうふうに色が変わっていく素敵な発光性温度センサーっていうのを作ることができます。で、今までこの温度幅っていうのを、その色が変わる温度幅を変えるためにはどうしたらいいでしょうかっていう設計がなかなかできてなかったんですけども、先ほどのエネルギーシフト法を駆使して調べたところ、この鎖ですね、テルビウムとユーロピウムをつないでる鎖が、ただの鎖ではなく、テルビウムが持ってるエネルギーを、ホップ、ステップ、ジャンプみたいな感じで、エネルギーを橋渡しする役割を持っていたと。で、その橋渡しするときに、橋が高ければ、橋渡し能力低いし、橋がすごい低いと、もうどん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 橋の方に向かっててしまうので、この温度に対する色の変化率が変わっていくんですね。で、そんな風にこの真ん中の鎖を使った橋渡しのしやすさ、しにくさで、温度に対する色の変化率を変えるっていう、材料設計の、材料設計にも成功しています。で、こんな風にですね、エネルギーシフト法という近似方法を作ることで、いろいろなランタノイド材料、発光材料の、理解を深めることができましたし、設計をすることもできるようになりました。だけど、まだまだやりたいことはたくさんです。もっと幅広い材料に適用できるような、もっと早く計算できるような、もっと精度よく計算できるような計算アルゴリズムをたくさんたくさん作っていきたい。で、その作っていきたいと思う時の足がかりの一つとして、一つとして今二つのことに着目をしています。一つが AI 活用による予測と材料探索です。材料の分野に対して AI の技術を活用するっていう研究分野のことは、マテリアルズ・インフォマティクスっていうんですけれども、慶応に来る前から私はしばらく長く取り組んでいまして、今までたくさんの科学者たちが、いろんなランタノイドの材料を作ってきて、その形、どういう構造をしてますよ、どうやって作りましたよって情報をですね、ちゃんとデータベースに皆さんアップロードしてくれてるんですよ。で、このアップロードしてきたデータを計算しやすい、コンピューターに載せやすい形に私がこううまく書き換えるようなプログラムを作りまして、まあ、どん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  AI に学ばせることで、どういうランタノイドがどういう光機能を作るのかなっていうモデルを作って、エネルギーシフト法だけではどうしても表しきれないような効果っていうのを AI で補っていこうということに取り組んでいます。で、もう一つが量子コンピューターです。突然出てきた感あると思うんですが、もうランタノイド大好きな私から見ると、量子コンピュータはずっとずっと気になって仕方ないものでした。ランタノイドの計算の難しさの根源っていうのが、4F 軌道っていうところにあるっていうふうにさっきお話ししましたけども、この 4F 軌道ってこういう不思議な形をしている軌道に、電子が最大2個ずつ入れるんですよ。今7個軌道があるので、2つずつ電子が入ると、まあ、14個まで電子が入れますと。で、14個まで電子が入る席があるんですが、ここに、まあ、例えば、ユーロピウムだったら、ちょっと待ってくださいね、6個か。電子が6個入ります。14個の席に6個の電子が入るっていう入り方の組み合わせは、これ入り方がですね、1箇所に入るときに、こう、状態が、異なるので、まあ、14席を6個の電子が占めると思ったらいいんですけども、14C6 の入り方がありますと。で、これランタノイドがもっと増えていくと、この席がどん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 増えていくので、ものすごいいろんな電子の入り方を考慮して、一生懸命シュルディンガー方程式を解かないといけなくなっちゃう。でもこれがすっごい計算量なんですね。ところが、量子コンピューターだと、1個のビットで0か1。まあ、このイメージですと、電子が入ってるか入ってないか。だけじゃなくて、0.1、0.2、0.3っていう0,1の間の状態っていう重ね合わせ状態って呼ばれるものも表すことができます。このランタノイドの例にもう一回戻ってみると、14個の席に6個の電子が入るってことは、1個の席につき14分
分の6の可能性で電子が入ってますよね。こういうふうに電子を1個2個じゃなくて、こう0.5とか14分の6っていう形で表せる量子ビットを使えば、この1個1個を量子ビットに見立てて計算することで、今まで私たちが使ってきた古典的なコンピューターでは全然計算できなかった、計算量が莫大すぎて計算できなかったようなものが簡単に計算できる可能性があります。で、量子コンピューターなんて夢のまた夢の世界だと私学生の時は思ってたんですけども、今もう結構できてきてるんですよ。例えばこちらの写真、これ日本の神奈川県川崎市にある IBM のコンピューター、通称 IBM 川崎ってやつなんですけども、これを、日本のコミュニティに入ってる皆さんは、使うことができまして、これ以外にも IBM が公開してる量子コンピューターいっぱいあるんですけども、量子コンピューターはもう夢の世界ではなくて、使えるものになりつつあります。で、まだ、ランタノイドが計算できるレベルに来てるかっていうと、それはまだまだちょっと遠そうだなっていう感じはあるんですけども、もう少し単純な化合物だったら実際に、今私の研究室でも、光る前と光る後でどんな風に電子の状態変わるのかなっていうのを計算できるようになっています。なので、まあ、近い将来、この量子コンピューターを使ったいいアルゴリズムを作ってあげることで、ランタノイドの理解がもっともっと深まるし、まあ、ランタノイドの理解が深まると、ランタノイドのことしかわからないわけじゃなくて、もっともっといろんな化合物に適用可能になっていくんですよ。なんせランタノイド一番計算が難しいので、ランタノイドにできることは大体他のものにも使えるんですね。なので、まあ、一番難しいランタノイドをすごい一生懸命見ることで、様々な、まあ、例えば酵素ですとか、光合成を行う酵素とか、窒素固定を行う酵素なんかのメカニズムを調べられるようなアルゴリズムを作っていけるんじゃないかなと思って日夜頑張っています。以上まとめますと、計算科学の技術を駆使することで化学現象を可視化できるようになってきました。で、化学現象を可視化することでメカニズムを理解できるだけじゃなくて、材料の高効率な設計も可能になっています。で、何でもかんでもこの計算科学の技術でできるようになったかというと、まだまだできないことたくさんあります。計算が困難な材料もたくさん残っているのが現状です。で、これを解決するためには、まあ、スーパーコンピューターを作るっていうハード面の開発も大事ですけれども、近似的に計算する、計算方法を作るっていうソフトウェアの面、この両方の開発を両輪を回していくことが不可欠だなというふうに思います。で、皆さん、化学を高校で学んだときに、その先にコンピューターシミュレーションとか AI とか量子コンピューターっていうのが待ってると思ってなかったと思うんですよ。私も高校生の時にその世界がこの科学の先にあるってことを全く知りませんでした。なので、科学系の人材の中で AI とか量子コンピューターがシミュレーションが大好きだよって子はなかなかいませんし、研究者の人数もとっても少ないです。なので、これからたくさん人材を育成していかないといけないので、まあ、この教育のシステムの再考っていうことも考えないといけないなと思っています。以上です。ご清聴ありがとうございました。